はい、マトキチャンネルであります。ブルーリボン、なんだけんじさんのバッジ、ブルーリボンバッジ、拉致被害者奪還のシンボルバッジですね。じゃ、ちょっと帽子。松山千春さん、今度の衆議院議員の時、千春さんがぜひ誰かの上に来てくれることを望みます。今ちょっと広告収入が減ってやばいですね。伊藤大さん、いい日になれ。せかな。ブルーリボンバッジ、拉致被害者奪還のシンボルバッジ、ブラウンリボンバッジ、北方領土奪還のシンボルバッジ、私の本籍地は国後島です。これは、クロスカントリースキーのインストラクターのバッジです。インストラクターは日本語では指導員です。私はクロスカントリースキーの指導員です。冬になると、大体クロスカントリーの都合で、旭川の富沢っていうところ、富沢のクロスカントリースキー場に毎年行っております。一冬に1、2回は行っておりますね。石川あかりさん、もちろん動画撮影、出していいということですけど、それ証拠残ってませんで、音声は録音してませんので、証拠は残っておりますが、もちろんコマーシャルになる、なるんで、乗っけていいかと思います。石川あかりさん、立憲民主党ですね。石川かりさんですね。元木チャンネルでも、先日の、生方さんか。生方さん。生方氏の拉致被害者の件で、かなり、立憲民主党は株を落としているかと思います。および、旭川事件でも、立憲民主党はかなり株を落としているかと思います。私は、石川かりさんは政治家としては非常に好きな方ですけど、先日、石川かおりさんの街頭演説に、杉尾さんかなが、応援弁士と来て演説しまして、で、それ動画撮影し、まあ私、まあ動画撮影したんですが、私が YouTuber ということは、石川かおりさん知ってまして、もちろん私が動画撮影してるのを石川かおりさん知ってるんですけど、その時は特には何もなかったんですけど、その後、多分動画を出した後ですね、タブレットの方に、ちょっと、タブレットの、皆さんはちょっと、かおりさんの、写真見てくださいね。おつぶさん、先日はどうもありがとうございました。ある店舗の一部で演説あったんですけど、その店舗からの撮影許可が出ていませんということで、アップは遠慮してほしいですと、それが終わって10日ぐらいして、私気づきまして、で、動画アップ、遠慮してほしいですということで、それ、チャンネル登録者も約2名ぐらい減りまして、で、視聴回数も上がってなかったんで、動画は削除しました。で、それ、タブレット連絡が来てすぐであれば、その店舗が動画撮影許可してるかどうか、まあもちろん私が聞いてよかったんですけど、ちょっと10日ぐらい過ぎてたんで、その店舗に動画撮影すればよかったのかどうかは確認はしませんでした。で、それ、まあ、私の不手際、まあ、石川かおりさんの事務所に聞けばよかったんですけど、かおりさん本人にも聞けばよかったんですけど、聞けばよかった、まあ、聞いてなかったんで、ちょっと、真意のほどはわかりませんが、それは私が確認しなかったのが悪かったこともあるんですけど、ちょっと石川かおりさんに対するイメージがやや悪くなったかなと思います。石川かおりさんは私のフェイスブックフレンドですね。まあ、私、この半年ぐらい、フェイスブックの更新は半年くらいやってないんですけども、私の投稿を見て石川かおりさんは1回2回くらいリアクションしてくれたように思います。で、今度の北海道十区の対抗馬、石川かおりさんの対抗馬の中川優子さんの、私の中川優子さんも私のフェイスブックフレンドであるんですけど、私の投稿には1回もリアクションしてくれたことはありません。ちなみに小野寺勝さんという方が帯広にいらっしゃるんですけども、かつての北海道議かな、最初、元北海道議、道議って何だよと思って、北海道議会議員かな、今で言う、東国吉さんかな、北海道6区の立候補予定の北海道議会議員。で、中川翔一さんの秘書か、まあ、弟子みたいな感じで、小野寺勝さんのところには毎回、もうほぼ毎回リアクションしてるんですね。で、私のところには全然リアクションしない。
で、私が YouTuber でやると、中川洋さんも知ってるんですけど、私のとこにはリアクションしないんですよね。それは私も前回の衆議院選挙の時はチャンネル登録者多分1000名いなかったと思うんですけど、今チャンネル登録者1万人以上おります。少々は影響力はあると思うんですけど、中川優子さんは私のことを意識してないようですね。で、今回は今収益がありませんで、旭川北海道ロックの代表都市旭川なんで、北海道ロックの方は動画させていけないかなと思います。これ名前出していいかと思いますが、サルトビサスケさんという YouTuber がいると思うんで、旭川に。その方か、誰か旭川か上川地方の YouTuber さんに、北海道ロックの方、選挙運動の動画していただきたいなと私は個人的には思います。で、YouTuber さんの方が、政治家さんに対して語るのは別に自由なんですけど、YouTuber さん側の捉え方の違いとか、政治家さんが動画内で言うことであれば、もちろんそれ本当なんで、もちろん言い間違いとかあると思うんですけど、北海道ロック、斎藤忠之さん、西川正人氏かな、東国義さんの動画、演説の様子を誰か動画撮影アップロードしていただけたらいいなと思います。で、今非常に立憲民主党やばい立場なんですけど、立憲民主党の党員の皆さんは現在の状況を分かっていますでしょうか？で、今度の10月25日朝7時半から十勝大橋の音更川で街頭演説会があるというね、石川かりさんの。で、その時に枝野幸男さんかな、立憲民主党の代表。で、その方が、これ見てない、本人見てないと思いますけど、主に枝野さん、あの人、全国の政治家なんで、その時によければ、拉致問題、旭川をはじめとする子供のいじめかな、問題、あれあたりを言ってくれないと、石川さんの当選は、今ちょっと厳しいかなと思います。で、今度の衆議院選挙で、岡田准一行、石川かりさん、中川郁子さんに、この前の、門別洋次郎さん、れいわ新選組の、にも質問したんですけど、アイヌは北海道の先住民族だと思っていますか？これ、ちょっと質問したかったんですけど、現在お金がなくてちょっとパニックってまして、ちょっと質問しそうになりましたね。一つは、アイヌは北海道の先住民族だと思いますか？および、拉致問題についてどう思ってますかっていうのを、北海道11区立候補予定者の石川かおりさん、中川陽子さん、および北海道6区の斎藤忠之さんには質問したかったんですけど、ちょっと質問し損ないましたね。これ、もし見てたら、斎藤忠之さん、もし見てたら、拉致問題は、まず、よければ言ってもらいたいですね。で、拉致問題の件を選挙運動の時に言ってほ、石川かおりさんに言ってほしいとスタッフの人に言ったら、ちょっと微妙な返事でしたね。今回の衆議院選挙はもちろん地元から出るんであれば、地元の県を訴えて、北海道10区だったら農業、漁業、この辺を訴えないと当選しないのは分かりますが、帯広からも拉致被害者は出ております。旭川からも、もう全国から拉致されている人おります。衆議院選挙、もちろん全国的な選挙なんで、ぜひ立候補する方は拉致問題言ってもらいたいと思います。拉致問題に有権者の皆さん関心を持ちません。関心が持たないことを喋ると、その喋った分票につながらないんで、拉致問題のことは喋らないじゃなくて、なるべく私たちの動向がとらわれてるんで、ぜひ衆議院選挙の時、発言してもらいたいと思います。参議院選挙、衆議院選挙で、拉致問題のことを発している人は多分今まで誰もいなかったんですよね。YouTube 上では多分誰も言ってないと
と思います。私個人的には石川香里さんが、拉致問題に対して走ってくれる最初の政治家でいてほしかったんですけど、多分言ってくれないかなと思います。ちなみに中川優子さんは今回の衆議院選挙では、元北海道知事の高橋晴美さんが応援すると公にしておりまして、ネットの記事にも出ておりまして、中川優子さんのフェイスブックにも投稿されております。高橋晴美さんは北海道知事の時に、アパホテルの件でアパホテルはけしからんみたいなことを言ってるようなネットの記事がありました。 YouTube の動画であるかどうかは分かりませんが、中華人民共和国様が大好きということなんですね、高橋知事は。当時の高橋知事は中華人民局のことが大好きなんですけど、それに対して南紀事件かなのことを、事実を発したアパホテルが嫌ですと、けしからんということですね。ちなみに南紀事件は中華民国で起こった事件なんで、現在の中華人民共和国とは関係がありませんので、はい、こんなもんかな。ちょっと長くなりましたが、これ今日中には出しません。明日テロップ多分いろいろだいぶ時間かかると思うんで、明後日以降に出すんであれば出すかと思います。石川香里さん、現時点ではやや立憲民主党所属ということだけ不利かなと思いますが、明日と25日のあれは動画撮影したいと思いますが、多分中川優子さんの方、仕事の収益の都合でたくさんアップするかと思います。はい、追加であります。ブルーリボンバッジ、拉致被害者奪還のシンボルバッジ、追加です。石川香里さんのポスターではこんな感じですけど、本物はもっと美人です。で、中川優子さん、アイヌは北海道の先住民族だと思っていますか、おお、令和新選組の門別幸雄さんに、質問したら、そう思ってるということですけど、石川香里さんの本人にはまだちょっと質問する機会がありませんで、事務所に行って、スタッフの方に質問したら、アイヌは北海道の先住民族だと思っているようです。一応違うんですよは、遺跡史跡が出ていませんは質問したと思うんですけど、分かってくれたかな。で、北海道11区の石川香里さんの対抗馬である中川優子さん、最近は出てないんですけど、かつては2、3年前まではよく北海道桜チャンネルというチャンネルに中川優子さんキャスターとして出てたんですけど、ね、北海道桜チャンネルでは、アイヌは北海道の先住民族だとではありませんというのを言ってるんで、中川優子さんはまずはアイヌは北海道の先住民族だとは思っていないと思います。この前の10月9日かな、令和竹ちゃんの演説動画撮影行ったんですけど、まあ、このアイヌ北海道の先住民族だと思いますかは、中川さんは違うっていうのを認識してますみたいなことを言ってたら、令和竹ちゃんのサポーターの方とかは、そうっすよねみたいなことを言ってました。そうっすよねとは言ってませんが、はい、同意しておりました。はい。